クールデイズ最終話見ていきましょう。ぜひとも皆さん、グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。そしていつもグッドボタンを押してくれるみんな本当にありがとうございます。これ拡散の意味があるんですよ。拡散するぞっていう感じでグッドを押してもらってるようなもんなんで、めちゃくちゃ助かってます。本当にいつもありがとうございます。そして今後ともガッツリとグッドボタンよろしくお願いいたします。それでは誠くんをやりに行きましょう。レッツゴー。仲良くしてる。寒いな。どんな顔やねん。琴ノ葉の方が寒いだろ。おっぱい。琴ノ葉。もう普段絶対こんなことしてんだろうにな。もうこっちはこっちでなんか作ってんだな。なんか綺麗になったんだこの写真。琴。うわ、怖い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 。おお。しかもこれおらんのやろこれ。あ、バリンバリン言うて。だからすぐには無理だって。こんな高いところに。もう料理できてるんだからね。うわ、温め直さなくちゃいけないじゃない。いや、俺に構わず食べちゃっていいって。まこと全然分かってない。いや、一緒に食べたいから頑張って作ったんじゃない。いや、そうだよな。事前に言っとき、まあ言わねえんだよこいつは。もうひどいよな本当に。うわー、なんかきちいな。そんなに私の料理の腕不安？そうじゃないけどさ。じゃあなんで、どうして帰ってきてくれないの？だからどうしても外せない用事ができたんだってば。うわー、マコト、誰と会ってるの？でも分かるよね、それぐらい。そんなこと言って、また浮気？違う、大変なんだってば、こっちは。だからそれを説明してって言ってるの。なんていうかね、状況的にはさ、これって100億パーマコト君が悪くて、まあ、今回で言うと世界が、まあ、100億パー被害者なわけよ。なんだけど、これ本当変な感じに聞こえたらごめんなんだけど、世界の顔とその声 をね聞くと、なんかそのガミガミ感がめっちゃきついんだよね。なんか声がなんかねうるさいんだよね。いや、いいんだよ、いいんだよ、あの声が悪いとか変に言ってるわけじゃなくて、もうなんかその常に怒ってるからさ、わかる、言いたいことだけども、これは何があってもどうひっくり返ってもこんなに美味しそうな料理を作ってるわけなんで、あの帰らない誠がゴミです。大前提です。怒るのは当然です、当然なんだけど、あまりにも怒ってる声を聞きすぎてね、あの耳障り。わかる、言いたいこと。ほんとごめんね、ほんとごめんね。はい、シンプルな、口ごもった、シンプルな、この詰める感じ、ほら、お願いだから自覚持ってよ。お前も自覚持ってや。本当に何も分かってない。人の彼氏奪っとんね、お前も分かってねえんだよ、ね、偉そうに。私のお腹には誠の子供だっているんだよ。琴ノ葉ならそんなこと言わないのに。琴ノ葉なんだ。ちょっと、なんでそこで桂さんの名前が出てくるのよ。こいつ、誠ね、まさかそこに桂さんいるの？どういう心境だよ。誠、なんで子供なんて作ったんだよ。お前だよ、お前だよ。なんでみんなの前であんなこと言ったんだよ。それはそう、いきなり子供なんて言われたって、はい、俺どうしたらいいか分かんないよ。だったらやんな、もういいから。だったらやんな、帰ってくれ。ちょずらして家に居座らないでくれよ。あ、誠くんハウスね、これ。はいはい、理解理解。誠くんハウスね。しかも付き合ってるんでしょ。付き合ってるんでしょ、これ。だって付き合ったやん。あの、ねえ、キャンプファイヤーの前でドンドットドってね、流れて。ドンドットドとか怒られそうやな。ごめんじゃない、お前は悪くねえんだよ。いや、来ちゃった。いや、怖いねん。メール見せた方がいいんじゃない。帰らせたってせめてさ、もう男ならきっぱりせえや、ほんとに。いちいちこのきっぱりせん感じがムカつくんだよね。なんかわかる、このなんか浮気、これが浮気です、浮気。これ新宿か、これ新宿にいとんな。うわー、もてはらしてるな。日本の電車っていいよな、あったかくてな、下のあの座ってるところがあったかくなって気持ちいいんだ。なんか揺れてる感じが寝れるんだよ。おー、逆になりましたね。チューしてるところをね、待ってて、今琴ノ葉に見られて、今度は逆だよ。なんで追いかけるねん。まあ追いかけるのがこいつなんだよね、追いかけないのが琴ノ葉、それが範囲です。琴ノ葉は追いかけないのダメです。てか、まあ別れたらいいんだけど、大前提ね、別れろなんだけど、うん、一緒に食べたいからか。なそこだよね、みんなはっきりせんねんな。お、最初は見てるだけで満足だった。あの橋を渡ってる、隣に座って一緒にお昼するだけで緊張した。はい、思い出せ、初心を思い出せ。触りたい、触りたい、締めたいって。そこまではいいよ、そこまではいいですよ。それだけじゃ我慢できなくなった。怖い怖い怖い、もっと、マジで怖い、もっとって。うわー、そんな、やばい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 、わがままに、やばい、ピー、ラッツ、いや、熱そう。死へのカウントダウンって感じだね。うお、このピンポンリアルすぎやね、音。イヤホン外してたら多分犬走ってくるよ。お前
前が殴る筋合いねえだろ。なんで桂さんが出てくるのよ。正解。どうしてどうしても何も。なんで桂さんと一緒なのよ。それは帰って。お願いだからもう誠に付きまとわないで。お前だろそれ。違うんだ世界。何が違うって言うのよ。桂さんと別れたんじゃなかったの。私に子供ができた途端今度は私を捨てるの。それはカオス。もう桂さんのこと好きじゃなかったよね。カオス。自分から誘ったんじゃないよね。ロンハーの企画みたい。桂さんが何かしたんでしょ。琴の葉は何も。はっきり喋れや。桂さんが誠のこと誘ったんでしょ。ねえ出てって。出てってよ。誠くんを誘惑したのは西園寺さんの方じゃないですか。はいそうです。はいそうです。はいはいはい、そうですよ。誠くんと私を引き離そうとしてあんなことを。はい、そうやろ。私と誠は愛し合って。何言っとんねんお前。二人の気持ちが一緒だからって。そう思いたかったんですね。そう、煽りやん、煽り。そう思いたかったんですね、ワロみたいな。本当は西園寺さんに頼まれたんですよね。おー、刹那がどうかしたの。頼まれたって何を。分かってるやろお前。そうです。刹那めっちゃ裏で動いてたやないかい。ブロックの件やら。西園寺さん何じゃねえよ、こいつアホか。清浦さんも誠くんのこと好きだったんですよ。ああ、それは知らんかったかもな。それは知らんかった。どんなやねん。なんでそこはおざめんねん。私に諦めさせようとしたんじゃなくて清浦さんの本当の気持ちだったんですね。いい加減なこと言わないでよ。刹那は私の親友なんだから。過去はてなし。私こう見えても寛容ですから、それぐらいなら許してあげます。おお、分かってるね、このゴミの扱い方。言いましたよね、誠くんは私のことをとても大切にしてくれてるって。だから私も誠くんのことをちゃんと考えてあげなくちゃダメだって。今さらそんなこと。ようやく分かったんです。誠くんはずっと私のそばにいて待っていてくれたんだ。BGM 怖いね。琴の葉気合入ってんな。もう迷いません。迷わずに今。怒られそうだね。ワンピースファンやら SEO ファンに怒られる。なんで目の前。目の前で、目の前で、目の前で。やめてよ、うん、やめてってば。ダラララララララ。ギャー、こっちもギャーだわバカが。ギャー取るぞ。あ、帰るのね。もう帰れよシャンクスみたいに。例の彼に関する考察。名前は伊藤誠。それは知ってる。ネタバレじゃねえか。10月16日ネタバレや。血液型は O 型。考察しちゃうねん。本当に事実並べてるだけやねん。だって入学式に助けられるなんてロマンチックな出会い方したんだしさ、脈ありだったりして。他にもいろいろ聞いて回ったんだけどさ、伊藤ってやっぱいいやつっぽいよ。これはちょっと待って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 、これは刹那と琴の葉は同じ状況っすね。同じ状況で進められてるわけだ。多分両方ともちょっとでも気があるなりなんなり、まあ繋いでもらう、応援してもらいます、でかっさらわれるわけでしょ。実ったかなと思ったら取られるんでしょ。でその上で席変わってってさ、刹那が好きだってことを知ってんのに席変わってっていうことでしょ。いやー、なんかここで俺の認識が合ってればだけど、本当本当にこの女超嫌いになった。もともと嫌いだけど超気持ち悪いね。わかる。本当になんか存在しちゃダメなやつだわこれ。おおむね評判は良好。いやクズやて、うん、人を惚れさせておいてさ、うん、うわ同じ同じ同じ。刹那にも送ってあげるね。同じでそれを取るんでしょ。それなのにあなたは人に差し出すつもりだったその花が惜しくなった。そういうことよね。そして彼の時は自分を褒めてもらいたかったから花を差し出した。さあこんな綺麗な花を見つけてきた私はいい子でしょう。あなたにもこの花の取り方を教えてあげましょう。そうやって親切ぶって自分をよく見せる。違う。そうですね。花を自己中やん。彼へ近づいて偽善者。違う、うん、いや違うよ。そうです。そんなつもりじゃなかった。知らねえつもりとかねえから。世界があんなことしたの。世の中結果論やで。やってることやばいてなあ。世界が伊藤の隣に座らなければ、世界が桂さんを伊藤に紹介しなければ、はい、そうです。こんなことにはならなかったかもしれないのに、まあ、紹介まではいや良くないんだよな。刹那のことがあると紹介するのも意味わからないのか。
刹那のことがあるのに違う女を当て込んでんだよ。やばいよね。ガーシーもびっくりの流れだよね。人の関係値知って紹介するんだよ。私がいいって言ってくれた。私がいいって、他の誰でもない、私をいいって。頭悪いな。それじゃあ、ああお休み。はい。さすが金持ちやね。家の車かな、あれは使用人かな、ウーバーかな。この時代ウーバーなんてねえか。うわ、なんか携帯鳴ってるよ。何、まこと、嘘。ことの葉が紹介。おろすって意味やろ。学生ならではの無知で許される問題じゃないて、これ。人のこと考えなさすぎやわ。これは気合い入ってんな。そうですか、西園寺さん、病院行ってくれるんですか。うん、多分これも琴の葉のおかげだよ。いや、そんな、どんな面してさげてさ、琴の葉と会えんだよ。やっぱり美味しいな。一段落みたいな感じやな。これ特製なんだよね。はい、お母さん直伝です。ああ、ホットレモンティーな。これからはずっと琴の葉とこんな時間を過ごしたい。おお。俺流されやすくて、本当琴の葉には悪いことしたと思ってるけど。だいぶな。もう琴の葉しか見えないから。まことくん、今はってつけた方がいいんじゃないの。今はもうって、サムネになれそうやな、この上。おお。まあ座って。何の前やねん。それでどうだった。喋らんかい。お茶でも入れるよ。私が入れる。あ、やっぱ世界の思い込みだったのかな、あの様子じゃ。うお。作ってるのかな、こういう風にまだ残ってんだよ。てか閉めて出せよ、その日に。せめて、来た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 ぞ、伝説のシーン到来。うお。それじゃあこれお夕飯作りに行くんだ。あれだよな、その琴の葉がナイフの前でさ、3本4本刺さってるナイフの横でなんか蛇口流しっぱの時あったじゃん。あれイコール、あれもしかしてこの人死のうとしてるみたいなさ、まあ一周回ってね、殺しに行くのかなみたいなさ、思うんだけど違うんだよね。そのナイフを持ってじゃなくて、ナイフを使うのは世界っていうさ、なんかちょっとわかる、ああそう来たんだみたいな。じゃああのナイフはどうなるのっていうところで、また別の方向で伏線回収っていう。お泊まりして明日は海か、ヨットいいな。ココロも一緒に行きたい。あらヨットヨットだけにね。いいはい、いやー来るぞ来るぞ、音が興奮し始めてます。もうツイッターで何度も見たこのシーン、何度も見たこのシーン。でで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 、あ違う、曲が違った。おお、武装色使え、撤回。顔やん、ひどいよひどいよ。おお、回想がエロシーンってどないやねん。カツラさんと幸せになろうなんて。おおおおあおお、黒い血だ。マコトさんは黒い血だった。イカスミかな、タコスミかな、タコ野郎なんだ、タコスミでしょうね。何びっくりしょうね。なんでエロシーンばっかやねん、まあ、ほとんどエロじゃねえかよこいつの思い出。思い出イズエロ、それ以外ないやんけ。よく思い出せよお前。おっぱい触っとんのかい、死ぬ前におっぱい触っとんのかい、狂っとんのかい。死ぬ前におっぱいを、ダイイングメッセージみたいな、こう下がってから乳首こう。なんとも言えない顔してんな。いやーなーしなんやねん、急なピーやめろ。どんなノリやねん、ほんと意味がわからん。で走って逃走やろ。うわー、これは切れるぜ。せっかくいいね流れになったのに、で家にいるんでしょ。まことくんほとんど家に親いねえから、ほっといても当分バレんやろな。管理人来るまで多分大丈夫やで。屋上で待ってる伊藤まこと、伊藤誠、あれ殺したはずなのに。うおうおう、ナイフ持ちやろこれ。病院行きましたか。いいお医者さんなんですよ。行ってない。どうしてですか。
あなたに紹介してもらった病院なんか行かない。まあそれはね、嘘だからですよね。マコト君の気を引くために赤ちゃんができたなんて嘘ついたんですものね。これずるいよね。何が違うんですか。超ずるいよね。私は本当に。だったらちゃんと病院で見せられるはずですよね。強制プレイだよね。それに西園寺さんが彼の子供を産めるわけないじゃないですか。マコト君の彼女は私なんですから。いやそこはあんま関係ないけど、まあ当然だけどね。私だってマコトの彼女になりたかった。それだけなのにずっと我慢してマコトのしたいことしてあげたのに、なんでどうして。我慢して進んでやってたけどな、練習しようとか言って。お前が悪いね、アホか。マコトくんならそこにいますよ。聞いてみたらどうですか。おお、これ首ぶった切ったってことやろこれ。まあ絶望するわな。大事件だこんなの。おーおーっと来た名刀。本当かどうか確かめさせてください。かっこいい、確かめさせてください。かっこいい。おお、かっこよすぎる。いやめっちゃかっこいい。この目一個、目をこうしかめたのもかっこいいわ。おーい、こいつの血も黒かった。来るぞ。嘘だったんじゃないですか。中に誰もいませんよ。あー、中に誰もいませんよ。名言いただきました。ありがとうございます。あ、よっと一人で来る。あら、よっと。すいません。いや、一人で来たか。一人じゃないんだ、そこにいるじゃないですか。いや、サイコパス極まる。まあ本当に好きだったんだろうな。やっと二人きりですね。うわ、誠くん、これこのままこの子自殺するわけよ。大丈夫。うわ、はい、ということでね、まあ見ていきましたけど、最後にちょっとこれありますんでね、後半ちょっと見ていきましょう。ラスト。その女の子が同じ電車だと気づいたのは2学期の初めだった。まだ生きとのか、あれ。知っていることは隣のクラスだということ。不死身かい。本が好きらしく、おっぱいでかいな。いつも行き帰りの電車で読んでいる。また出た、メイド喫茶の。単に毎日同じ電車に乗っているだけのほんの小さな発見だったはずなのだけど、ただ彼女、桂琴の葉を遠くから眺めていられるだけで、その日がちょっとはマシになるような気がしてたんだ。マコトフォンだけこれ。第12話スクールデイズ、はい、ということで12話まで見てきましたけども、いかがでしたでしょうか。皆さんお付き合いいただきありがとうございます。ということで12話まで見ていった感想でございますが、まあなんというかストレスすごいね。僕男気の人って好きなんですよ。わかりやすく言うとスクライドのカズヤ、あ、間違えた、カズマ、これわざとカズマね、カズマ、本当にああ言ったようなザ男っていうのが俺大好きなんですよ。ユウスケとかさ、あの裏飯ユウスケね、そう言ったような男っていう男が俺大好きなのよ。ところがどっこい、こいつはどうですか。イエスかノーかも言えません。はい、優柔不断、俺ただの肥満。意味わからんやろ。語呂に合わせて喋ったら自分の胸えぐるんだぜ。辛いてな。まあまあそんなこんなで、そんなこんなでなんかもう終始ね、なんかみんな狂ってんなっていう、この世界のみんな狂ってる。まあ確かに最後は琴ノ葉も狂っちゃった、狂っちゃったけど、あれはまあしょうがないってしょうがないよな。でかわいそうやね。俺ね、ああなったとしても俺ほんと最後の最後まで一番好きなの琴ノ葉っすね。で次に刹那かな。刹那は別にそのなんかいろいろいいことをやったから好きとかどうちゃらというよりはロリ巨乳っていうところがポイント高かったか。いやでもあの子もすごいよう我慢したよね。世界がどんだけクズかだよね本当に。誠とか琴ノ葉に対してやってるようなことをまあ刹那にもやってみたいなさ、花をあげると見せかけてやっぱやだみたいなさ、みたいなさ、で刹那が好きだっていうのを分かった上で席変わってって、で応援させるんだよ。応援させる気持ちどうなの。好きだって分かってんじゃん刹那が誠を。なんで刹那が応援するっていう行動を止めないの。なんで人の男を奪うの。うん、あの土地狂いですね。はい、途中からなんかあの我が物顔でこいつは我の男なりとか言っているけど、お前お前って言って、お前略奪者じゃねえか、バイキングかよお前。ヴィンランドサガ行け、お前の出る作品ここじゃねえんだよ。ヴィンランドサガ行けで殺されろ本当に。そんなレベルです。はい、ということで
もうね、なんか終始暴言祭りでごめんなさい、本当にごめんなさい。それほどにね冷静にいられなかったです。はい、ただまあいいんじゃないですか、クリスマスに見るにはクリスマスに見るにはもってこいの作品だなってのが結論でございます。ホワイトクリスマスいかがでしょうかいかがでしょうか、はい、よくわかんないですね。ということで今回はこんな感じで締めていきたいなと思います。引き続きねいろんな作品を見慣れ楽しんでいけたらなと。まあなんかこれを見たらね、なんかもう一丁こういったねやばいところ行ってもいいのかなとか、メイドインアビスとかメイドインアビスをこれと比較したらダメなんだよ。あれ本当に神作、ストーリー大好きなんですよ。ただお前ここでエロシーンいらねえだろみたいなさ、なんかエロシーンというかなんかブリ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 とかっていらんだろお前みたいな。あれも結構ねサイコパスなんだよね。多分作者あれ相当な変態だぜ、間違いなく。あれ変態やで、本当にいいストーリーの中に変態要素をぶち込んでいく、あれ変態っすわ。うん、ということでメイドインアビスね、もうちょっとしたら多分続編も来ると思いますんで、一気に今日見てるんだけど、引き続きはいみんなでちょっと楽しんでいけたらなと思いますんで、次あたりそこら辺行こうかななんて思っております。他にもなんかこれ見てくださいよ、一緒に楽しみましょうよってのがあったらコメント欄に書いてくれたらなと思います。それでは最後になります、グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。 See you next time!